せいたしました。愛媛県産のタイにバターとお醤油をほんのり香らせたソースをご用意させていただきました。一応こちらにレモンも添えしていますので、お好みでどうぞお召し上がりくださいませ。お願いします。はい。
肉の方、こちら岩手県産のみちのく近江牛という国産牛をご用意させていただきました。焼かれの方、普通ぐらいでご用意させていただいてよろしくお願いします。はい、すみません。中身の方ですが、塩コショウさせていただいておりますが、右からお醤油ベースの和風バーベキューのタレ、柚子コショウ、からし、パタゴニアのお塩、トマトのお酢でございます。お好みでどうぞお召し上がりくださいませ。お夏の方、非常に暑いのでどうぞお気をつけくださいませ。
お肉の方も塩コショウさせていただいておりますが、お手元大根おろしをご用意させていただきました。お肉の上に大根おろしを乗せていただきまして、お箸の先でお塩を調節いただいて、塩大根おろしで召し上がっていただいて、美味しく召し上がれるのでぜひお試しくださいませ。醤油ベースのタレですけども、はい、お醤油、お酒、みりん、はい、牛すじ、鶏ガラを入れて、はい、あと生姜とニンニクを入れて4時間半ほど煮たものでございます。昔から最高円のバーベキューコーナーで使っておりましたバーベキューのタレでございます。ちょっと普通の醤油には濃度こってり、はい、濃いこってりしてまして、はい、それにからし醤油にしていただいても、はい、美味しく召し上がれ、はい、じゃあご飯の方も今ご用意させていただきます。
と筋のところをカリカリにいたしました、はい、白いご飯の上にどうぞお乗せになって召し上がってみてください、はい。